日本キリスト教団広島ルカワ教会メディアを再生する1946年春に米軍映画撮影隊のロケ地に使われたルカワ教会メディアを再生する被爆後のルカワ教会前景2012年までの教会日本キリスト教団広島ルカワ教会は広島県広島市中区にあるキリスト教の教会。1887年に砂本定吉が中心となりアメリカ人宣教師。 ウォルター・ラッセル・ランバスの協力を得て創設される。教会の創設当時は、現在の日本キリスト教団神戸栄光教会と、共にアメリカ南メソジスト監督協会の瀬戸内海沿岸の広域伝道拠点の一つなので、ある。当時の教会堂は開花を、教会の集会所として会場に女生徒を集めて女学校とし、これが広島女学院の母体となる。 1927年に剣道されている教会堂は、ボーリズの設計によるゴシック様式の建物であり、1945年に被爆してしまうが、修復後は1971年まで使用されている。教会にルカワの名称が冠されているのは、1941年の日本キリスト教団成立によるものである。ルカワは、 今日では中止国随一の歓楽街として知られるが、建設当時はまだ歓楽街は発展していなかった。原爆投下時の主任牧師である谷本清は、関西学院大学進学部を経て、アメリカ合衆国のエモリー人学校の出身であり、アメリカメソジスト監督協会との人脈を活かして、協会や、それにまつわる、人々の絆の復興と平和運動に尽力する。 戦領下のプレスコードの中で2回にわたり渡米し、被爆の惨状を訴える公園旅行に招かれて、半角、平和運動の講師となる。その運動は、アメリカの協会、慈善団体と連携している、原爆乙女の渡米治療運動や原爆孤児に対する、精神養子運動となり結実して、現在では、広島ピースセンターにより、谷本の名を冠する、谷本清秀平和賞が、 毎年平和のために尽力する個人や団体に授与されている。現在の牧師は、向井望み夫と、歴代の牧師を見ると、関西学院大学の出身者がほとんどである。大城恵、ぐ玉里照子、福原これ織、佐々木優、高橋高子1971年に、上登町に移転、剣道されている、現在の教会道は、区形の礼拝道の長い辺に、 聖壇を設けて、回収席が3方から聖壇に向けて置かれている。聖壇に向かい横に広がる、礼拝堂としては日本では初期のものに属しており、この種の教会堂としては典型的なものと言って良い。被爆、日本の敗戦から50周年の年である1995年には、被爆して黒焦げになってしまっている全街道の十字架と、 びの入っている金を礼拝堂に仮設している。中庭には、旧街道の扉らしきものも口ながらも、街道の壁に立てかけられている。ありがとうございます。